どんどん少女は好きになっていきます。少女がキスしてくれれば闇のせいの呪いは解けるのですが、小石は楽しさのあまりそのことすら忘れていました。でもそんなある日のことです。少女は小石にとうとうキスしてしまいます。あ、少年に戻れると喜ぶと同時に、小石は少女と別れたくないという気持ちが一瞬よぎります。すると水のせいの悲しそうな声が聞こえました。後悔してしまいましたね。すると少女も小石も消え、そこには水たまりがあるだけでした。おしまい。たかし作った話？子供の頃見た映画。ずっと覚えてたの。思い出したんだ。おい、あらららダメだ。甘いよ。甘いはずはなかった。たかしが作ったんだから。何をやってもうまくいかない僕のことを思って、ジェニファーが精一杯言ってくれたんだ。その気持ちが僕には痛いほど分かっていた。胸の中に甘酸っぱい液体が流れていく。僕は思わず彼女を抱きしめていた。それはほんのちょっとした説明できない時間だった。ジェニファー。ただ確かなことは、ジェニファー、僕の胸の中でジェニファーが消えてしまった。見ましたよ。メロンちゃんとトウモコシだろ。畑から帰ってくるときの顔見りゃわかんじゃん。何やってるかわかんないよ。そうか、いいな、一つ屋根の下の子いか。嘘だ。嘘だ。そうじゃない。どうしてそんな嘘つくんだろう。ジェニファー消える。そんなことあるわけないだろう。抱きしめると彼女は消えてしまう。僕も彼女も気がついていた。でも僕はどうしてもそのことを認めたくなかった。
怖いな。寂しい音。高志にも聞こえるよね。夕焼けのサイレン。夢の奇跡。夏の雨。一人ぼっちのブランコ。寂しい。二人で綴った音、それは楽しい夏の思い出に違いない。でも施設や少年院の中で過ごした僕たちにとって悲しい音の記憶でしかなかった。最近物騒な世の中になりまして。そうですね、あの平和な村も一瞬にして恐怖の村に。今あの現場の方に庄司さんが向かっています。あの畑が事件の現場です。目撃者の話によると、男は突然相沢さんに襲いかかり、このような桑を右手に持ち上げ頭をめがけ振り下ろしました。見てください、まだ血痕も生々しく残っています。今相沢さんは集中治療室の中です。重度の脳挫傷で今もまだ目を。事件があるたび警察に呼び出される。何の関係もないのに、またかという気持ちでいっぱいだ。もう悲しささえも感じられなくなっていた。ただジェニファーだけにはこんな惨めな姿見せたくなかった。